僕の帽子はどこ？僕、帽子を探してるんだけど、誰か知らない？あ、これかな。僕は交通整理のおまわりさん。本当にこの帽子でいいのかな？違う違う。これはポットの蓋。帽子じゃなかった。僕の帽子はどこへ行っちゃったんだろう。あ、これかな。あれ、この帽子もちょっとおかしい。電気スタンドの傘だったのか。僕の帽子は一体どこ？これかな？やっぱりちょっとおかしい。ワンワン、違うよ違うよ。それ僕のだよ。ワンちゃんのお茶碗だったのか。ごめんね。僕の帽子はどこなんだろう。あ、あった。形は帽子みたいだけど。これはケーキ、かぶれないよ。この帽子はどうかな。やっぱりこれもちょっとおかしい。それは僕の帽子だよ。お医者さんの帽子だったのか。僕の帽子がないよ。あ、あった。これ僕の帽子かな。それ私の帽子よ。看護婦さんの帽子だったんだね。僕の帽子が見つからないよ。あ、今度こそ僕にぴったりの帽子だ。あー、よかった。これで交通整理ができるよ。誰の顔？あら、これ誰の顔かな？この目、この鼻、この耳、ワンワンって鳴くんだよ。もうわかったでしょ？そう、ワンちゃん。僕、お外で遊ぶの大好き。こんなに早く走れるんだよ。これは誰の顔かな？黄色い顔。赤くて大きなくちばし。ガーガー。
2本足でとことこ歩くの。僕アヒルだよ。この顔は誰？大きなお花ね。私は牛よ。体の大きなお母さん牛なのよ。この不思議な顔は誰かしら。キャッキャ、不思議な顔じゃないよ。みんなもよく知ってるでしょ。そう、僕は猿だよ。木登りが上手なんだ。ブラーンブラーン。あら、この白と黒の顔は誰かしら。お目目がちっちゃくてかわいい。僕パンダ。これは誰の顔？大きなお目目がキラリ。おひげがピン。私は猫よ。にゃーお。この顔は誰かしら。大きなお口を開けてるのかな。違うよ違うよ、これは僕の鼻だよ。そう、僕はコアラなんだ。いつも木の上でお昼寝。むにゃむにゃ。このかわいいお口、わかったでしょ？そう、私ミッフィー。顔、みんなの顔はどんな顔？何して遊ぶ？ミッフィーちゃんがお友達と相談しています。今日は何して遊ぶ？最初はこれ。スーッと滑ると気持ちいいのよ。なんだと思う？滑り台でした。楽しかった。今度はくるくる回って遊ぶもの、なんだと思う？鉄棒してるのね。上手でしょ。次は何して遊ぶ？ゆらゆら乗って遊ぶもの、みんなも大好きでしょ。ブランコ。
こに乗ってるの、ほら。何でしょう。トランポリン。こんなに高く飛べるのよ。ねえ、今度は何して遊ぶ？遊ぶもの。ね、何に乗ってるか分かったでしょ？そう、シーソーでした。楽しかったね。また明日。また遊ぼう。さよなら。また明日一緒に遊びましょう。なっちゃった。みんなどこに行っちゃったの？あ、見つけた。あ、よかった。あれ？でもどこか違う。色が違ってた。あ、見つけた。あ、よかった。やっぱり色が違う。あ、待って。よかった。スイスイ。でも僕よりみんな大きい。どこに行っちゃったの？やっと見つけた。スイスイ。でも僕よりみんな小さい。見つけた。全然違ってた。
どこに行っちゃったの？あ、お船。船乗りさんに聞いてみよう。船乗りさん、僕と同じお魚知らない？知らないね。ペンギンさんに聞いてごらん。ペンギンさん、僕と同じお魚見なかった？見なかったよ。クジラさんに聞いてごらん。クジラさん、知ってる？うん、知らなくてごめんね。みんなどこに行っちゃったんだろう。疲れてなんだか眠くなっちゃった。あ、今度こそ同じ。よかった。並んでスイスイ。